どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はですね、羽田空港国際線第3ターミナルに来ております。ちょうどね、今停車が来たところで音はねでかくなっちゃうかもしれないんですけども、ちょっと待ちましょうかね。はい、ということで今ね、羽田空港第3ターミナルの、国際線ターミナルに、来ております。今ね、時刻が見えるかな、はい、7時見えます、はい、7時54分ということで、今ね、朝の8時前ぐらいなんですよね。で、本日はですね、ここからシカゴの方に行きたいと思います。今回ね、海外路線ということで、私ね、国際線今回乗るわけなんですけども、 JAL でね、行きたいと思います。私はね、JAL に乗るのめちゃくちゃ久しぶりなんですよね。おそらく新婚旅行で JAL でニューヨークに行ったのは多分最後だと思うんですよね。ですので、かれこれもう10年ぐらい前になると思うんですけども、まあ、今回はね、久しぶりに JAL に乗ってね、行きたいと思います。で、今回ですね、アラスカ航空のマイルを使って発券しておりますので、ファーストクラスで行きたいと思います。まあ、おそらくね、片道150万ぐらいすると思うんですけども、ファーストクラスね、7万マイル発券させていただきましたので、皆さんにね、この前回ね、ファーストクラス ANA で行きましたけども、まあ、今回ね、JAL でファーストクラス行きたいと思いますので、まあ、サービスの違いなんかもね、まあ、レビューできたらななんていうふうに思うんですけども、まだね、8時ということで、フライトが12時ぐらいのフライトなんですよね。ですので、まだね、チェックインできないと思いますので、恒例のね、展望デッキ、まあ、行ってからですね、チェックインしていきたいと思います。ということで、久しぶりのね、海外旅行楽しんでいきたいなと思うんですけども、で、なんでね、シカゴなんだっていう話なんですけども、まあ、ただね、私が行ってみたいだけで今回ね、選ばせていただきました。ということで、早速ね、チェックインカウンターにちょっと聞いてみてですね、多分ね、3時間前からしかチェックインできないと思うんで、まあ、できなそうだったらですね、展望デッキ行ってちょっと時間潰してからですね、チェックインね、していきたいと思います。ということで、今回ね、ちょっと長期的にね、旅行に行きますので、スーツケースもね、結構デカめ、これ80リッターぐらいだったかな、はい、スーツケースと、まあ、バッグでね、行きたいと思います。ということで、まだね、新型コロナウイルスの、ね、影響がありますので、ひとまず安全第一、絶対生きて帰ってきてくれって奥様に言われておりますので、ということでチェックインね、していきましょう。では行きます。いや、昔はね、この ANA のダイヤモンド仕様ね、2019年やってましたけども、その時はね、この看板の前でね、いつも撮ってたんですよね。はい、ですね、この第3ターミナルの前の看板になると、まあ、ANA のダイヤモンド仕様みたいなね、まあ、そんな感じだったんですけども、まあね、なかなか海外行きづらいですけども、やっとね、海外行きやすくなってきましたので、皆さんもね、ぜひ検討してみていただければなと思います。ちょっとね、燃油サーチャージが高いので、できればね、ユナイテッド航空とか、まあ、アラスカ航空とか、ね、まあ、いろいろ燃油サーチャージね、まあ、アラスカ航空は一部かかるんですけども、かかんない航空会社もありますんで、まあ、そういうところを使ってね、行ってみていただければなと思います。ということで、チェックインカウンターね、ちょっと行ってみたいと思います。ということで、今ね、2階のね、ショップとかレストランとかね、あるフロアに来たんですけども、ちょっとね、羽田空港見えるかな、反対にした方がいいかな、見えますかね、この感じ。いやね、めちゃくちゃ人いますね。いや、嬉しい。いやー、すごいですね。いや、非常に活気が戻ってきた感じが、朝の8時ということで、まあ、昔に比べたらね、もちろん人は少ないんですけども、でもね、めちゃくちゃいますね、嬉しい。でね、このショップとかレストランとかもね、まだ営業時間外みたいですけども、電気とかもね、ちゃんとついてますんで、多分営業されるんじゃないのかななんていうふうに思うんですよね。いや、これは嬉しいですね。というのも、前回来た時はね、本当にここら辺ね、誰もいなかったんですよね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。いやー、活気が戻ってきた感じがすごいして、非常に嬉しいです。ではですね、今ね、8時過ぎぐらいなんですけども、今ね、聞いてみたらですね、チェックインできるということで、チェックインね、していきたいと思います。ということで、JALのファーストクラスどんな感じなんですかね、行ってみたいと思います。今日この動画撮っているのが7月の2日なんですけども、今ね、アメリカ今回行くわけなんですけども、特にね、ワクチン、なんていうんですか、 PCR 事前検査みたいな必要はありません。接種3回済んでればね、それもいらないっていう風になりますんで、サクッとね、チェックインできるかななんていう風に思いますので、行ってみたいと思います。ということで、今回ここですね、JAL ファーストクラスカウンター行きたいと思います。初めて使います。
行きましょう。お願いします。ありがとうございます。お預かりします。それではチェック、無事チェックインすることができました。 JAL ファーストクラス、今回ね 2A で撮ってたんですけども、今ねデスクの方で 1A 空いていましたので変更させていただきました。いやめちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということで保安検査して出国ねしていきたいと思います。で入国に関してはね本当に簡単なもので、 Verify っていうねあの JAL のねサイトにある、接種証明書とかをね提出して、承認をもらうんですけども、本当にそれだけみたいな感じなんでめちゃくちゃ簡単ですね。はい、ということで出国していきたいと思います。それは無事ね出国審査終わりました。今ねマップを見てるんですけども、ラウンジで今やってるのは JAL スカイラウンジとティアットラウンジ ANA ラウンジということで、この JAL のね、ラウンジなんですけども、こちらは、今日7月の2日なんですけど、今日の午後からですね桜ランジ再開ということで、午前中の便に関しては全部ねファーストクラスに案内しているそうですということなんで、ちょっとね混雑してるかななんていうふうに思うんですけども行きたいと思います。で前回ねこちらですよ、こちらティアットラウンジねやってないと思ったらやってるということで、今回ね MI カードゴールド発行してきましたので、後でねティアットラウンジの方にも行きたいと思います。でねプライベティパスね、プライベティパス持ってますんで ANA ラウンジもねちょっと見ていきたいと思います。ちょっとね混雑してたら入れないかもしれないですね。ひとまず JAL のねファーストクラスラウンジ行きたいと思います。懸念点はですね、シャワールームがめちゃくちゃ混んでるかもしれないですね。はい、桜ラウンジがね今日の午後からということで、このね午前の便に関しては、桜ラウンジやってなくて、全部ファーストクラスでね開放してるみたいなので、ファーストクラスラウンジねですので、おそらくねかなり混雑しているのではないかと思います。いやめちゃくちゃ人戻ってきてて嬉しいですね。ちょっと免税店はねやってるところとやってないところ分かれてますね。この左側とかねやってますけども、朝が早いんでねやってないのかな。いやでもショーウィンドウも置いてないから多分やってないですね。ブルガリとかね閉まってますね。グッチはやってるということで、こちらですかね、こちらですね、行きたいと思います。ひとまずねシャワーだけね、ティアットラウンジも入れるんですけど、 JAL のねファーストクラスラウンジのシャワーをちょっとね体験したいんで、まずシャワー浴びてその後ねティアットラウンジとかね行きたいと思います。でねちょっと今ね T シャツとハーパーなんで、さすがにファーストクラスということでちょっと申し訳ないんで、長ズボンのシャツにね着替えたいと思います。はい、ということで着きました。これですよ、これファーストクラスランチ。沸騰ワードでね皆さん見ましたかね、風間くんがねここやってましたよね、ファーストクラスランチの紹介。あれを見てですね今回ね利用したいなと思いまして、JAL のファーストクラスにしたっていうね、単純な理由だったんですよね。ということでめちゃくちゃ楽しみしてます。ひとまずシャワーだけね浴びていきたいと思います。食事等々はねまた後でね利用しようかなと思ってます。結構ね時間がありますんでね、では行きたいと思います。ということでラウンジの中入ってきました。シャワーもこのね座席についてのね QR コードを読んで、それでね受付に待ち合わせるみたいな、そういった感じになるみたいですね。でね、ラウンジの中はねかなり混雑してますんで、座るほど座る席はないぐらいまでじゃないですけども、6割ぐらいはね入ってる感じですね。はい、ということでシャワー予約したいと思います。それではシャワーブース入ってきました。今回9番っていうねシャワーブース利用させていただきます。本当にね結構こじんまりとしていて、これは ANA のファーストクラスラウンジの設備の方がいい気がしますね。置いてあるものはね、これはもしかしたら今縮小されてたりするのかもしれないんですけども、ここにお手洗いがあって、ティッシュ、ドライヤー、歯ブラシ、で紙コップ、で洗面台、でタオルですね。あと椅子があって、ゴミ箱があると。で、こっち側にね、ハンガー類があると。で、こっちにね、シャワーブースがあって、こちらですね。はい、これが、なんだっけ。シャンプーとかねコンディショナーとかで、シャワーが固定式と
可動式っていう感じですね。では利用したいと思います。 ANA の方はねちょっとドライヤーがいいのが使われてたり、ダイソンとかね使われてたり、雪肌精とかも置いてあったんで、まあこれはねまたこういった違いが見れるのもね結構面白いですね。ということで利用したいと思います。それではシャワー上がりました。ということで他のランジねちょっと散策行きたいと思います。めっちゃねのり付けしてアイロンしてきたんですけど、見えますこれ？見えないなのり付けめちゃくちゃしたばっかりで、ね、カバンの中に入れたらめちゃくちゃシワクシャになってちょっと恥ずかしいですね。まあでもまあいいでしょう。まあひとまずランジ巡り行きたいと思います。ではランジ巡り行きましょう。ひとまず一番最初どこ行きますかね。ANA ラウンジの方が先行っといた方がいいのかな。いや別にいいかな。いや ANA ラウンジはねプライオリティパスなんですよ。ですんでねもしかしたらね混んでて入れないパターンがありそうなんで早めに行きたい。ということでまず ANA ラウンジから行きましょうかね。はい、こっちで合ってたかな。確かこっちだった気がします。ということで ANA ラウンジね突撃してきました。残念ながらね混雑してるんで入れませんって言われましたいやーこればっかりはしょうがないですね。確かねラウンジプライオリティパスのサイトにもね書いてあったと思いますし、まあこの対応が始まった時にねANA の方も混雑してたら断る場合がありますっていうのはねありましたんで、まあこればっかりはねしょうがないわけなんですけども、まあこういった感じで入れなかったっていう感じですね。ということでティアットラウンジ行きましょう。はい、残念ですね。一応ね今9時ぐらいで10時半以降だったら入れるって案内があったんで、まあもしねプライオリティパスで入られる方は、まあ、早めに食ってらねちょっと厳しいかもしれないんで、まあ時間がね空いてる時があればいいかなぐらいでね絶対使えると思わない方がいいですね。はい、これはね ANA ラウンジしか仮に使えなかった時にね結構厳しいですね。ということでティアットラウンジ行きたいと思います。でめっちゃ細かい話なんですけど、今回ねティアットラウンジ使うんですけども、前回はね、3年前、昔はティアットラウンジアネックスで、今回行くのがティアットラウンジで、前はですねアネックスが指定ラウンジだったんですけど、で今はねティアットラウンジがこの指定ラウンジになってて変わったんですよね。まあもともとティアットラウンジでアネックスになってまた戻ったみたいな感じなんですけど、まあ、ひとまずね今回はティアットラウンジっていう風になりますんで、2年前3年前に使ってた場所とはまたね飛んでる。またねちょっと違う感じになりますかね。まあ、ひとまずねおそらくかなり空いてると思いますので、広々とね使えるのではないのかなと思います。では行ってみましょう。場所はね税関審査の目の前のエスカレーター上がってきたカードラウンジの隣っていう風になっております。ではね行きたいと思います。では入ってきました。あ、まだカップラーメンもあるんですね。いいですね。あと常温のこれは何、レイボスティーですね。あとお味噌汁とかもある。でこういったね飲み物あります。いいですね。ビールチューハイも缶でサービスされてますね。あ、今ビールサーバーが使えないみたいな感じになってるんですね。まあ、これはコロナの対応でしょうかね。あとコーヒーマシンとソフトドリンクもこういった感じで今閉鎖になってますね。で、お、レディーボーデン、レディーボーデンのアイスが食べ放題ですね。素晴らしい。で、あとパン、あとおにぎり、あと唐揚げ。こちらね、オーダーするみたいですね。はい、っていう感じですね。ひとまず、ビールいただきましょうかね。はい。いや、ラウンジの中はね、予想通りね、数組ぐらいしか使ってないんで、めちゃくちゃいいですね。ANA ラウンジがね、混雑してるっていうことなんで、こちらめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでね、飛行機も見れます。こっちにはね、JAL のトリプルセーブもちょっと飛んでて見づらくて申し訳ないんですけど、止まっておりますね。では、いただきましょう。ではね、いただきたいと思います。ビールと言っておきながら、サワーにしました。あと、枝豆ね。いや、いいですね。では、いただきます。じゃあね、氷結。
で今回ですねこのラウンジに入れてるのはこのね MI カードゴールドプラスっていうクレジットカードこちらで入手しております。でこれねもともと年会費が1万1000円のクレジットカードででまたねこれのこれアメックスなんですけどビザの方がねゴールドカードで5000円のねあります。で今ですね新規入会キャンペーンをやっておりましてでそれでですね入会後翌月月末までに5万円以上利用していただくと年会費ねキャッシュバックっていうねキャンペーンやっておりますので、まあ、こちらねあの新規入会キャンペーンね今まで適用されたことない方限定にはなるんですけども、まあ、もうもしねこのラウンジ入りたいみたいなのがありましたら、まあ、そのキャンペーン中に発行して、翌月末までに5万円支払っていただければこのラウンジね入れますんでかなりおすすめっていった形になります。でゴールドカードビザのゴールドカードはね年会費が5500円でこれもねキャッシュバックやってますんで、まあ、お好きな方で選んでいただいていいのではないかなと思います。で今ねこれポイントサイトにねないんですよね MI カードゴールドプラスで昔はね非常にたくさん案件がね長期間で出てたんですけど今はありませんのであの一応ねポイントがもらえるね紹介コードみたいなのが一応ありましたんでそれ一応概要欄に載せておきますんで、まあ、もしねちょっとお得にあのゲットされたいという方はですねそちら利用してみていただければなと思います。いやねめちゃくちゃいいですANA ランジ混雑して断られましたからね、はい、ここはもう混雑は無縁ですね。ですけどちょっとね私は長袖を着てるんで暑いですね脱げばいいじゃんっていう感じなんですけどもこの下ねタンクトップなんでちょっとそういうわけにもいかないんで一目ちょっと我慢しつつお下げいただいてちょっとね JAL のファーストクラスランジね戻りたいと思います。いやーやっぱりこの MI カードのランジいいですね、うん、前のティアットラウンジアネックスもねあの今はねデルタスカイクラブのラウンジになってるんですけどそこもめちゃくちゃ良かったですけどもここもいいですね。でまたねこのラウンジ内にもね喫煙所とかねそういったサービスっていうか、まあ、施設もねついてますんで施設もありますんでまああのタバコ吸われる方もねゆっくりできるかななんて思います。いやーでもこんだけ空いてると本当にめちゃくちゃいいですね。はい、超ゆっくりできる、うん、多分 ANA ランジが混雑で断ってるってことは多分ほとんど座席もないみたいな感じでしょうね。まあここはねシャワールームもありますんでめちゃくちゃおすすめですね。ということでひとまず評決いただいてファーストクラスランジもね戻りたいと思います。ではね、ファーストクラスランジ戻ってまいりました。このね JAL サロンっていうのはね2階あるみたいですね。行きたいと思います。ではね、こういった感じでスナックですかね、はい、でお酒もめちゃくちゃあります。いやすごい見たことないやつもありますけどもこれとかね12年ものとか17年ものとかね高そうなお酒がたくさんあります。いやすごいさすがファーストクラスラウンジですね。でこちらはシャンパンワインとかですね。でこちらはソフトドリンクのサーバーでこういったね缶ビールとかも一応ね用意されてるみたいですね。あとソフトドリンクとこちら炭酸水ですねあります。ということでこのね JAL サロンっていうのは飲み物だけねサービスしていただける、まあ、バーカウンターみたいなところで今ねいただいてきたんですけどもこれね山崎の12年ものです。めちゃくちゃ高いお酒知ってますかね。あのバーテンダーの方がいて目の前でねまあ今これはロックじゃなくてロックでいただいたんですけどもいやめちゃくちゃすごいですね。ちょっと映像出してるか分かんないんですけども響きとか山崎とか白水利用することができるっていう風になりますんでお酒好きな方はねめちゃくちゃいいですね。でこの場所はですねファーストクラスと、ダイヤモンド、まあ、JGP の方利用することができるっていう風になってますんでステータス持ってる方はねめちゃくちゃいいですね。ということでいただきたいと思います。もうちょっとねお酒飲まないつもりだったんですけどちょっとあったんでねいただいちゃいましょう。おいしい。いやいいですね。ちょっとねこのエリアではね食事は提供してないっていう風になりますんでちょっとねこれ飲み終わったらね食事の方ね行きたいと。ということで下の方にね戻ってまいりましたけども今ねファーストクラスランチでめちゃくちゃ混雑してます
いや、これはね、まあ、今桜ラウンジがね閉鎖してますんで、まあ、全部ねあのファーストクラスラウンジ案内してますんで、まあ、これはちょっとねしょうがない部分ではありますけども、今ねあの座席見つけるのも結構苦労するぐらいね混雑しております。でどうやらねこのエリアはなんかあのファーストクラスの方、JGC プレミアダイヤモンドの方みたいな感じでね、ちょっと制限されているエリアみたいで、まあ、ちょっとねここで、食事ねいただこうかなと思います。いやね今日の午前までということで、午後からね桜ランチ再開しますので、まあ今はね今はちょっと特別にねちょっと混雑してるかななんていうふうに思うんですけども、まあ今後はね変わっていくかなっていうふうに思います。ではねお寿司等々もねいただけるみたいなんで、ちょっとねいただきたいと思います。それではですね、こちらマグロとジャルのジャルカレーショー到着しました。いやいいですね。なんかね注文は入ってなかったみたいで、もうね30分以上経ってるんですけど、やっと到着しました。なんかね聞いたらねなんか注文入ってなかったみたいで、まあ、こういうこともありますよね。ということでカレーとねお寿司いただきたいと思います。あとね生茶いただきます。いや美味しいですね。ということでいただきたいと思います。それではいただきます。どっちかね、お寿司カレーといきましょうかね。めちゃくちゃうまいっすね。いやこれうま、これがラウンジで食べれるのはすごいですね。これはすごいです。めちゃくちゃ美味しいこれラウンジで食べれるのすごいですね。ではカレーいただきます。美味しいですねこれね。めちゃくちゃお肉大きい、うん、美味しい。この有名になるね理由が分かりますね。これねすごい、めちゃくちゃ本当に美味しい。ちょっと今まで食べてこなかったのはね、ちょっとこれはもったいなかったですね、うん、本当にめちゃくちゃ美味しいですね。ということで今日ねファーストクラスということで機内食もねかなり充実していると思いますので、まあ、ちょっとこれだけにさせていただいて、あとはね食事機内でね楽しみたいと思います。あとね今11時ぐらいなんで、あと30分ぐらいしたらですねラウンジアウトにして、あの搭乗ゲートまで行きたいと思います。いやねめちゃくちゃ美味しいですね。ありがたいです。それではねラウンジ出て搭乗ゲートの方に着きました。本当にねラウンジの目の前ということで112番ゲートということで、今日ね11時15分搭乗時刻ということなんですけども、ちょっとね遅れてるみたいですね。まあ私ね一番最初だと思うんですけども、でもまだねあの開始しておりませんので、しばらくここら辺でね待ちたいと思います。いやねファーストクラス非常に楽しみですね。ちょっと私時計見てなくて、で見たらね本当に2、3分前で走ってきたらね目の前で本当に助かりました。ということでファーストクラス楽しんでいきたいと思います。行くぞ。Thank you for waiting. We now invite you to the call center. ありがとうございます。いってらっしゃいませ。はい、お座りください。それでは登場いたしました。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。トリプルセブンだと思うんですけど、違うわ。いや、外はめちゃくちゃ暑そうですね。先日ね、韓国もね、行けるようになりましたもんね。ありがとうございます。ご一緒いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで座席につきました。今回ね 1A ということで、どうでしょうかファーストクラス。いやーいいですね。これが JAL のファーストクラスなんですね。いやーいいですね。
今回どうなんだろう、ファーストクラスはね結構空席がありましたんで、まあ、そこまでねいらっしゃらないと思うんですけども、まあ、数名の方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、こういった感じでね、はい、資生堂のケアスキンケアシットだったり、これまた後でね着てますけども、アメニティとかね、あとスリッパあります。あとメニューとかもこんな感じでね入ってますね。あとはパナソニックのヘッドホンがあります。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ということで今回ですね、こちらですね、777ボーイング777のダッシュ300ですね。楽しみにしてと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。本当ですか、ありがとうございます。ということで今ね、あの CA の方にねご挨拶いただきました。777ということで、いやいいですね。はい、あとねこの座席は JAL のね、スイートっていうね座席みたいですね。まあ半個室みたいな感じですかね。でまあ後でねまた詳しくやろうと思いますけども、正面から見るとこんな形になります。まあモニターはこれは30インチぐらいですかね、はい、のモニターがついております。で下にね、足を伸ばせるのと、こちらが荷物、ここに荷物ね置いていいそうなんです。ここは上かっていう感じですね。で、はい、ここにスカイワードとかね雑誌等々も避難販売とかもねあります。あ、そうそう、今ね森伊蔵でしたっけ、買えるみたいなんで、アメリカに入国できるんだったらちょっと買っていきたいと思います。でこっち側にスイッチ等々ありますね。これはちょっと後で実際に押してみましょう。で座席ね反対側から乗るとこんな形になります。いやーどうでしょうか。いやいいですね。うん、まあここはねちょうどリクライニングしてベッドになる感じですね。いや非常にいいです。いやで窓はね3つということでいいですね。今回 1A という座席ですね。はい、ということで楽しんでいきたいと思います。でね今回ね、座席、ファーストクラスで、ね、2名の方しかいらっしゃらないということで、前回 ANA の時もねそうでしたけども、隣にねベッド作っていただけるっていうね案内もいただきましたので非常にありがたいですね。でねちょっとびっくりしたことに、CA の方がね私のチャンネルで、ね、見ていただいている方ということで非常に嬉しい限りですね。はい、めちゃくちゃびっくりしました。あんまり乗ってないこともね知ってるみたいなんでちょっと恥ずかしいですけども、ということで JAL のファーストクラスで楽しんでいきたいと思います。ということで今ねCA の方にね座席周りの紹介をいただいて、こちらね今ウェルカムドリンクということでシャンパンをいただきました。でちょっとせっかくなんでねいただきましょう。いや美味しいですね。ということでこのねお手拭きにまでファーストクラスが入ってるというのはねすごいですね。で、窓側の、ね、座席というふうになってまして、このファーストクラスはね窓3枚利用している感じですね。こんな感じで外の景色もねバッチリ楽しむことができます。いやいいですね。ということでそろそろですねドアがね閉まる頃だと思いますので、ちょっとね待ちたいと思います。どういった感じのねサービスが受けられるか非常に楽しみですね。ではしてはねしばらく待ちたいと思います。ではねこの冊子見ていきたいと思います。まあ、こういった感じでね本みたいになってまして、まあ、メニューみたいな感じですかね。でここにね JAL ショップの案内があります。まあ、ここで物を買えますよという感じですね。でこちらが Wi-Fi のクーポンですね。ファーストクラスはね Wi-Fi が無料で利用できるみたいなんで、まあ普通にTwitter とかねネットサーフィンぐらいはねできるかと思うんですけども、 YouTube とか多分厳しいと思いますけどね、まあ、ちょっと後で見てみたいと思います。でこちらね税関の紙ですね。これちょっとね後で聞いてみますけども必要かどうかちょっと分かんないですね。 ANA の時はね前回書かなかったのでもしかしたら入れないのかもしれないですけど、私はね今回申告するものがありますんで、まあ、多分私は書くんですけども、特にね申告ない方も必要なのかどうかちょっと後でね聞きたいと思います。
っていう感じですかね。あとこちらにね、ワインリストがあります。まあ、お酒ね、楽しまれる方はかなり楽しいのではないでしょうか。シャンパンはこれですね。シャンパーニュサロン2007。あと、ルイ・ロデレール・クリスタル。あとは、シャルル・エドシック・ロゼミ・レジメ2005。はい、あとはね、シャンパンとか、シャンパンじゃない、ワインとかね。はい。あります。ちょっと私もねお酒好きなんですけどそこまで詳しくないんでね、全部が全部ちょっとわからないですけども、はい、めちゃくちゃありますね。で、有名な森蔵とかもねありますね。これはあの機内販売ありますんで、アメリカでねあの持ち込めそうだったらちょっとね購入したいと思います。非常に有名ですよね。はい、あとジャパニーズストレートティーっていうのもあるみたいですね。これもワインですかね。あとはね、ソフトドリンク、紅茶、コーヒーっていう感じですね。まあ、これがワインリストっていった形になります。あとこちらがメニューですね。食事のメニューということで。こんな感じで、はい、こういった方がね、監修していただいているメニューで、まあ、このメニューに関してはですね、まあ、季節によっても変わるのと、公式制度でね、入れますので、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。まあちょっと私もね、ファーストクラスということで、まあ洋食、和食ね、両方利用したいななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、それもちょっとね、市営の方に聞いてみたいと思います。まあおすすめを聞いてね、利用したいと思いますのでね。はい。まあこういったのね、見れますので、ぜひね、利用する方は、こういうのチェックしてからね、注文するといいと思います。ということで、まもなくね、飛行機が動き出すという感じですね。ということで無事ね離陸することができました。約ね11時間ぐらいのフライトということで、まあ、今回ねファーストクラスということですので、じっくりね楽しんでいきたいと思います。まあ多分ね、離陸してシートベルト着用サインが消えて、まあ早々にね食事始まるかななんていうふうに思いますので、そちらも楽しんでいきたいと思います。いやちょっとファーストクラス乗りすぎですね前回 LA で今回 JAL ですからね、ちょっとやりすぎましたけども、これもタイミングということで、まあ、普段はね、そんなこと、普段からね、毎回あのファーストクラスで乗ってるわけではないので、まあ、今回ね、特別っていう感じですね。ということで、楽しんでね、行きたいと思います。ということで、機内サービス始まりました。今ね、飲み物の注文をさせていただきました。でね、サロンっていうね、シャンパン、まあ、こちらは手に入りにくいものっていう風になりみたいなので、そちらをね注文させていただきました。いやね、今ねちょっとリラックスポジションということで背中をねちょっと倒したんですけども、いやいいですね、この体勢が一番いいかもしれないですね。ちょっとねあのこの体勢にすると足がねあの前の棚にね届きますんで、ちょうどね足を伸ばしながら、まあ、ゆったりねリラックスすることができます。いやいいですね。もうちょっとね今日めちゃくちゃ朝早かったんで、今機内サービス始まるかななんていう風に待ったんですけども寝てましたねということで今からね機内食始まりますんで楽しんでいきたいと思います。いやいいですね。ちょっと食事したらね髪も取って、はい、仕事もしつつ頑張りたいと思います。いやいい
それではいただきたいと思います。あ、この絞りめっちゃ気持ちいいです。ではいただきます。結構揺れてます。
では見ていただきたいと思います。アワビ大きいめちゃくちゃ大きいですね。それではね、お手洗いの方にやってきました。ちょっとね、揺れが結構すごいですね。はい、ということで黒をね、基調にしてるんですね。で、ここにね、着替えの台とかもあります。多分これをね、出して着替えれるみたいなね。あ、これは違うか、こっちですね。はい、利用することができます。で、お手洗いで、で、こちらにね、歯ブラシ、あとモンダミンとかね、これは化粧乳液とかですかね。あと消毒スプレーとかもあります。で、今回ねファーストクラスということでパジャマねいただけました。ありがたいですね。ですので今着替えてこのままね、あの旅行中のパジャマをねしていただきたいと思います。で、鏡がこんな風になってまして、こんな感じで拡大鏡もありますので、まあ、女性の方はですね、メイク直されるときにね便利かなと思います。で、こういったね、間接照明みたいなのがあるんですね。非常におしゃれで、黒を基調にしてるのもね、非常にいいですね。かっこいいです。ということで、着替えたいと思います。お着替え完了しました。いや、非常にね、これ触り、肌触りが良くてめちゃくちゃいいですね。これずっと利用できるのはいいです。ありがたいですね。ということで、もうね、ちょっと眠気が来てますんで、歯磨きしてね、ちょっと休みたいと思います。ということで、こちらね、1時かな、はい、ここにね、ベッドを作っていただきました。いや、いいですね。これはいいですね。ぐっすり寝れそうです。はい、ということで、横になるとこんな感じですね。足元はこんな感じで、かなり余裕があります。ですので、かなりね、余裕がありますので、私より、ね、身長高い方でもね、全然いけると思います。いや、いいですね。よいしょ。で、上はね、こんな感じです。こっちもね、かなり余裕がありますね。いや、非常に快適です。
ということで、ちょっとしばらくね仮眠取りたいと思います。皆さん、おはようございます。今ね、日本時間で18時ということで、3、4時間ぐらい寝てたもん。はい、めちゃめちゃぐっすりでしたね。いやー、いい。今ね、ちょうどアラスカら辺を飛行しているということで、あとね、5時間ぐらいで到着っていう感じですね。今ね、ちょうど起きたとタイミングで、シエサの方が来たんで、お水を注文しました。で、あれなんですね、真ん中の席はこういったパネル側の仕切りがあるんですけど、これ下げることができて、まあ、隣同士でね、ご夫婦の方とか一緒に楽しめるみたいなね、感じになってるんですね。いやー、めちゃくちゃぐっすりでしたね。でもね、寝てる間めちゃくちゃ揺れましたね、今回も。一回ね、揺れてシートベルトの着用のサインがついて、それで一回起きましたね。うん、まあ、すぐ眠り、またね、眠りましたけども。ということで、ちょっとね、紙に取りましたんで、仕事しつつですね、ゆっくりしたいと思います。いやー、いいですね。それでは仕事もね、一段落いたしましたので、アメニティ上げていきたいと思います。では、可愛いですね。ピンク色のエトロってやつのブランドもみたいですね。で、入ってるのは、これは何だろう、リップクリーム的なやつが入ってます。あと歯ブラシ、ちょっとわからないですね。はい、こちらが入ってます。あとこれはあれですね、ブランドの説明文みたいな。で、マウスウォッシュ、そう、マウスウォッシュとか入ってる。で、こちらが、ポケットティッシュ入ってるんですね。面白い。あと串、あ、マスクね、入ってます。あとでこれは使いましょう。で、アイマスクですね。はい、あとイヤホン入ってます。こんなもんですかね。はい、もう一個ね、こちらがファーストクラスだといただけます。これはクレンジングフォームとローション、あと顔用のクリームが入ってるみたいですね。女性の方はかなり喜びそうですね。はい、っていう感じになります。で、今ね、朝食をね、お願いいたしました。ちょっとね、唐揚げ丼っていうのがありましたんで、ちょっと唐揚げ丼注文してみました。まあ、おすすめの一品みたいになってたんでね、ちょっとこの機会に食べてみようかなと思います。いやー、めちゃくちゃファーストクラス快適ですね。うん、毎回こんな飛行機に乗りたいですね。ということで、食事ね、もうちょっと待ちたいと思います。で、今ちょうどね、朝焼けみたいな時間帯みたいですね。非常に機内からの景色も綺麗になっております。いや、すごい幻想的ですね。ということで、到着いたしました。唐揚げ丼です。はい、ちょっとね、暗くてお見せできないので写真撮っておきましょうかね。はい、ということで、唐揚げ丼到着いたしました。非常に美味しそうなんですけど、ね、暗くて全然映んないですよ。ちょっと映んないですよね。まあまあまあ、しょうがないですね。ライトがね、この後ろとこれなんですよね。これつけると、あ、見えるかな、これつけたら。見えないですね、ちょっと厳しい。はい、ということで、よいしょ、いただきたいと思います。まあ、これはね、いつでも注文できるみたいな感じで、まあ、これ以外にもね、注文することができますので、ちょっと私はね、一眠りして小腹が空きましたんで、
購入させていただきました。ではいただきます。非常に美味しそう。唐揚げです。めちゃくちゃ美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいですね。なんかもうちょっとなんていうんですか、即席な感じで来るのかと思ってたら結構ガチガチのスープでめちゃくちゃ美味しいです。お野菜とかもね入ってますね。あとはこちら焼き鳥串盛りというのって、まあ、映ってるかな。いただきます。うん。めちゃくちゃうまいですね。優しいお味で。もう一個めちゃくちゃ美味しいです。到着前の食事はこんなもんですかね。いや非常に大満足ですね。あとはちょっとゆっくりでいただきたいと思います。それではですね、座席周りね見ていきたいなと思います。まずここにねイヤホンジャックがあってライトですね。このライトね、どうやってつけるのかなと思ったら、これね、回すとつくんですね。で、ここがね、収納ボックスになってて、開けることができます。中にはこういった感じのね、リモコンと、まあ、入れ物っていう感じですね。私はここにね、ヘッドホンとかね、使わないんで、入れてあります。あとこれはダストボックスみたいな感じなのかな。はい、こんな感じになってまして、でこちらも、はい、こっちにリモコンが入ってます。このリモコンでこのよいしょ、これでね、まあ、こういった感じでモニターを操作する感じです。でここに、ね、鏡とかもついてます。でここはね、安全のしおり等々が入ってて、ここにねコンセントがあります。 USB 端子とかはないですね。 AC のコンセント、 USB はその左にありますね。ちょっとね見づらいですけども、これが AC でこれが USB ですね。はい、ありますっていう感じで、正面がこんな感じです。はい、で下に、まあ、これは先ほどお見せしましたのでいいかなと思うんですけども、非常に今朝日がねすごい眩しくて映ってないですけども、カメラの方にめちゃくちゃ眩しい朝日が入ってきてます。非常に綺麗ですね。でこちらがリクライニングのボタンです。まあ、これを押すとね、まあ、座席がベッドになると。ちょっとベッドボタンを押してみますね。はい、こんな感じでね、ベッドが完成します。まあファーストクラスの方はですね、基本的に CA の方がね、ベッドメイキングしてくれますので、まあ、おそらくね、自分でベッド作るってことはないと思うんですけども、一応ね、ボタンを押すとベッドポジションにすることができます。いや、非常に快適ですね。で、リクライニングをね、ボタンはこういった感じになるんですけども、部分だけね、移動させるみたいなこともやることができます。あとねヘッドライトがついておりますね。まあ、座席はそんなもんですかね。このね奥側にもシートベルトがあるんで、まあ、こういった感じで向こう側にもですね人が座ることができますんで、おそらくねご夫婦の方とかで一緒にね座って会話する、まあ、食事するとかね、そういったことができるようなのではないのかなと思っております。ちょっとここで後で CA さんに聞いてみましょう。はい、こんな感じになります。
ます。まあ私の動画で、ね、チャンネル見られてる方、ANA のね、ザ・スイート見たことある方ね、多いかなと思いますので、ぜひね、コメントいただければなと思います。まあ、比べてしまうのはね、ちょっとあれかななんていうふうに思うんですよね。というのもまだ、ANA のね、ザ・スイートっていうのは、まあ、最近ね、導入された新しい座席っていうふうになりますんで、JAL もね、来年、エアバス350-1000っていうのはね、出るとか出ないとか導入されるとかされないとか聞いておりますので、まあ、それがねまたどんな感じになるのかっていうのもね非常に楽しみですけども、まあ、そちらになればねまたねレベルアップしてくるかななんていうふうに思いますので、ということで、ファーストクラスの座席はこんな感じになっております。個人的にはね非常に大満足ですね。はい、ということで時間がちょっとまだありますので、ということで今からですね、ちょっと今回ね申請しなきゃいけないものをね持ち込みますので、ちょっと税関の書類とかね書いて、ちょっと時間が余ればですね、もうしばらくねこっちのベッドの方でね休みたいなと思います。ということで、まもなくねこのファーストクラスのね搭乗も終わりに近づいておりました。あとね30分ぐらいで到着という風になります。いやね、JAL のファーストクラスめちゃくちゃ良かったですね。いやー、降りたくないいや、めちゃくちゃ快適ですね。まあ、快適なのは、ね、当たり前なんですけども、いや本当にねもう到着しちゃうんだっていう感じですね。でね、今ね CA の方、担当3人担当していただいたんですけども、今ねご挨拶をいただいて YouTube を楽しみにしていただけるということで、いや非常にありがたいお言葉をいただきました。でまたねこのチョコレートをですね記念にということでいただきました。ありがとうございます。これねマカロンになっておりまして、まあ、こちらね後でいただきたいと思います。ということで、もうしばらくしたらですねオヘア国際空港到着いたします。今もうね大陸の上を走ってるんですけども、ちょっとね日差しがめちゃくちゃ強いんでうまくねお見せできないのは申し訳ない限りなんですけども、はい、こんな感じになっております。まあ、この画面越しの絵でもかなりおしゃれでいいですね。ということで、もうしばらくしたらね着陸となりますので、しばらく待ちたいと思います。さっきから、ね、ずっと小刻みに、ね、揺れております、今回のフライトはねもうずっとこの小刻みにガタゴトガタゴトみたいな感じでね、まあ、揺れていることが結構あって、まあ、寝ている時もね結構揺れたんで、ちょっとそこはねびっくりしたんですけども、まあ前回のファーストクラスの時に比べたらね手でもないですね本当に前回はねめちゃくちゃ大変だった、やめてくれみたいな感じでしたね。はい、ということで、で税関のね申告書に関してはこれちょっとね前回ニューヨークの時に出した覚えないですし、書いた覚えもないんですけども、このオヘア国際空港から入る場合はもしかしたら必要なのかもしれないですね。一応 CA の方に聞いたんですけども、税の方はね書かなきゃならないということで、まあ、これは空港の対応によってまた州類とかまた違うのかもしれないですね。前回ニューヨークはニューヨーク州で、今回行くのはシカゴなんでイリノイス州っていう風になりますので、まあ、アメリカはね州によって法律が違いますのでね、まあ、これもちょっとなんかあるのかもしれないですね。ということで、いや終わってしまいますね。着陸体制に入りそうですね。アナウンスが入ると思います。ということで着陸体制に入りましたので、もうしばらくしたらですねシカゴオヘア国際空港に到着となります。ではね、もうしばらく待ちたいと思います。シートベルトはそのままお締めください。
上の棚をお手に入れる際にはお手荷物が出てくることがございます。どうぞ十分ご注意ください。ただいまから次の練習もお利用いただけます。ご利用際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、お座席前にも今一度お確かめください。遠方のお客様よりご案内いたします。皆様どうぞごゆっくりお支度ください。当初の日本を後におよそ11時間20分、ここシカゴでは爽やかな夏を迎えております。旅のお疲れが出ませんよう、どうぞお元気でお過ごしください。今日もバンバルダーライアンスメンバー日本航空とアメリカン航空とのコールショーにもご利用くださいまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではね、税関を抜けて入国していきたいと思います。ということで、シカゴオヘア国際空港に到着いたしました。まあ、今回ね、ファーストクラスで来ているっていうのもありますので、入国審査等々はね、本当に一番最初2番目ぐらいにね、終えることができて、まあ、到着からね、まあ、10分もかからず外出れたっていう感じですね。で、またね、入国の際にもね、特にワクチンパスポートとかそういったものはね、まあ、一切見せずに、まあ日本のね、チェックインの時に、まあ、詳しくやって、ここではもうほとんどやらない、まあ、前回もね、そうでしたけども、そういった形になります。でね、空港のね、通ってくるところに、いや、多分あれ、ロストバゲージなのかな、めちゃくちゃスーツケース置いてあって、え、これ何みたいな感じのスーツケースがね、すごいたくさんあったんですよね。もしかしたらあれなのかもしれないですね。ロストバゲージみたいな感じになってしまったものが連なってめちゃくちゃたくさんあったんでね、そういうのもあるのかもしれないですね。今ね、ヨーロッパとか非常にね、その大変だという話も聞いておりますんで、もしかしたらそういうのもあるのかもしれないですね。で、またね、今回 JAL のファーストクラスね、登場させていただきましたけれども、非常に良かったですね。これからね、JAL お世話になっていく場面もね、多くなるかななんていうふうに思うんですけども、いや本当にね、めちゃくちゃ良かったです。はい。で、支援の方にもね、最後挨拶までいただいて、非常に嬉しかったです。ということで、今回ね、これからシカゴに、しばらく滞在して、また別の都市に行くということで、まあ、今回の、旅ではですね、いろんなところにね、行こうかななんていうふうに思っておりますので、ひとまずシカゴで、滞在させていただいて、動画ね、一旦ここで区切りたいと思います。ということで、今回のはこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。